痩せる甘酒の簡単な作り方をお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜこの甘酒を飲むと痩せることができるのかというその痩せるポイントについて分かりやすくお伝えしていきますね。3つあります。1つ目はあなたの腸内環境が整うからなんですよ。もしあなたがこう繰り返しダイエットをするんだけれどもなかなか結果が出ないということにこう思い当たる方がねいらっしゃるとしましたら、あなたのその今までのダイエットの方法がまあ悪かったというよりは、そもそもあなたのその腸内環境が悪いままだからこそ何をやっても結果が出ないというそのこう悪いねスパイラルの方に入ってしまわれている可能性が大なんです。なぜかというと腸内環境が整っていないのにダイエットをしても根本的に痩せ体質になっていないからなんですよね。そこが問題なわけです。ではどうすればよいのかというのは、このまず腸内環境を整えるためのお食事をやはりねしていくことがとっても大切なんですよ。ですから、まあ、いろんなねその腸内環境を整える方法、私このチャンネルでもいっぱいいっぱいお伝えしておりますから、一つずつご参考にしていただきたいなと思います。もうとにかくあなたの腸内細菌をいかに味方につけるかっていうね、もうここにかかっているわけなんですよね。そうすればあなたの腸内で痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちが増えて、しかも元気になってもういっぱいいっぱいね、やっぱり活躍してもらうのがもう一番近道になるんですよ。その力を得るためにもう一役買ってくれるのがこのね手作りの甘酒になります。後ほどこの動画の最後で詳しい材料とも簡単にできる作り方をお伝えします。ぜひ楽しみにご覧くださいね。では2つ目の痩せるポイントはと言いますと、脂肪燃焼効果があるからなんです。特にねこう甘酒と聞きますと、あの別にねお酒、甘酒なんて言いますけども、アルコールはね入ってないですよ。大丈夫です。今回は酒粕を使うのではないのでアルコールは入ってませんから安心してくださいね。そしてこの私のこの腸活ベースの甘酒を召し上がりますと、この脂肪燃焼効果がアップしますから、ぜひお楽しみにしてください。そして3つ目、便秘改善になります。この甘酒を召し上がりますと、もうとにかくあなたの腸がねもうピッカピカになる、まあ、イコール痩せ体質になることができるんですよね。もうとにかく豊富な食物繊維を摂ることで、あなたは本当にねもう根本的にきれいに痩せることができるんですよ。では2つ目の項目に移っていきましょう。何をということで、今回は腸活の甘酒をお伝えしています。このまず甘酒の痩せるねその効果なんですけども、ご一緒に見ていきましょうね。もうとにかく甘酒ってねもうすっごくおすすめなんです。もう私も大好きです。こちらはねまず発酵食品になります。冒頭のお話思い出してください。腸内環境が整えばイコール痩せるでしたよね。そのためのもうほんと一番の近道は、あなたが毎日の食事の中でもう毎回毎回何らかの発酵食品を食べているかいないかっていうね、ここがねとっても分かれ道になるんですよ。なぜかというと、痩せ菌がたくさん含まれている食品が発酵食品だからなんです。なのでこの甘酒というのは発酵している飲み物ですから、もう本当にね手軽にもう簡単にこう毎食ね飲むことで、この簡単に発酵食品を摂ることができる、まあ、イコール痩せ菌を増やすことができるわけです。そして糖質脂質、まあ、要するに太るもとですよね。これをやはりね普段の食事も大なり小なりも絶対入ってますよね。そこをしっかりとその代謝をしてくれるサポート役が甘酒なんですよね。もうどんどん燃やしてほしいですよね。だって太る元をどんどん代謝してくれるわけですから、もうこれはね味方につけた方が良いです。そして次、
飲む点滴と呼ばれるほど栄養価が高いのがこのね甘酒なんですよ。なのでもうあなたがもしですねもう1本もう何千円もするような栄養ドリンクを買ってね、よっしゃーともうこれ飲んでもう一仕事頑張るみたいな、こう、あ、こう完全にムチをね打つようなことをもしされていらっしゃるであれば、もう今すぐその栄養ドリンクではなくってこの甘酒にね変えてみてください。もうよっぽど体に良いですし、もうエネルギーになってお元気になりますよ。私も本当過去はですね、まあいろいろある栄養ドリンクを飲んでね、なんとか頑張ろうみたいなね時期もありました、この腸活の出会う前は。でもああいった栄養ドリンクというのはもうとにかくカフェインがすごい入ってますし、何よりももう甘味料、人工甘味料とか要は糖分ですよね、もういっぱい入ってますから、非常にもうダイエットの、まあ、敵になりますし、まあ、そもそもねあの腸がね疲れてしまう、肝臓が疲れてしまうんですよね。そのようなその負担をかけるようなものを取らずに、人工のものよりもやっぱ天然のものです。その時にこのビタミン B1、2 とかですね、アミノ酸、しかもオリゴ糖も入ってますから、あなたの疲れも取れる、しかも腸内環境が整う、そして痩せ菌が増える、そしてゴールは綺麗に痩せるですよ。そのステップを踏むことが甘酒でできますから、もうまずはね甘酒生活を始めてみていただきたいなと思います。でまだまだあるこの痩せ効果です。食物繊維が非常に豊富です。冒頭でお伝えしました通り、こう便秘改善、もうこれすごく大事なんですよ。もう便秘のままだともう痩せることはできないですよね。ですからこの甘酒を取ることで、なんと2種類の食物繊維が一度に取れちゃいます。もう一度で2度おいしいみたいな、そんなあの飲み物になりますからね。もう本当ぜひぜひ便秘改善役立てていきましょう。そして脂肪燃焼効果が高いのが特徴です。アミノ酸、まあ、リジンというアミノ酸であったりとか、まあ、ロイシンという成分があなたの基礎代謝をアップアップアップとねレベルを上げてくれますから、もうどんどん取ったカロリーを燃やせるように生まれ変わっていきましょう。では今回の痩せる甘酒のまあメインといいますかね、材料はこちらを使います。玄米なんですよ。普通一般に言われるその甘酒の材料というのは白米です。でもこの白米っていうのはですね、残念ながらもう栄養がそぎ落とされた後の、まあ、別名死んだお米なんてね呼ばれるようなお米なんですよね。ですから今回私はこの腸活チャンネルですからね、腸活の痩せる甘酒ということで、材料はもう玄米を使っております。で私もね日頃はもう白米は食べていないんですよ。もう玄米とか雑穀米とかになります。でこの玄米というのは白米と比べてビタミン、ミネラルがもう豊富なわけですよね。要は栄養価が高いわけです。でもしあなたがダイエットを成功させたい先生とね、もう心から願っていらっしゃるようであれば、もう全力で応援しますよ。その時にはやっぱりこのね白米よりも玄米に切り替えていただきたいなと思います。そうすることであなたはですね、普通に食べていても玄米に変えていただければ代謝が上がるわけです。脂肪をこう燃やしやすい、カロリーを消費しやすいこう体にね変わっていきますよっていうこと。そしてなんとですね、白米の約6倍も食物繊維が豊富なんですよね。白米のそのご飯、お茶碗を6杯食べたのと玄米1杯分っていかがですか？全然違いますよね。もうコスパもいいわけです、玄米の方が。ですからいろんな面でも玄米はおすすめです。そして低 GI 食品なんですね。残念ながら白米はあの食べたらバーンとね血糖値が急上昇してしまう食品ですけれども、玄米は逆です。緩やかに血糖値を上昇してくれることで、その間脂肪を溜め込むのを抑えてくれるというね、もう素晴らしい食品になりますから、ぜひあなたも白米生活から玄米生活にシフトしてみてはと思います。では最後3つ目の項目です。どのようにということで、今回は腸活の痩せる甘酒、材料と作り方をお伝えしていきます。でこの動画の最後に実演動画をご準備しておりますので、ぜひ作り方ですね、実演をしっかりチェックしていただければと思います。ではまず材料からですね、腸活甘酒になります。材料は出来上がりが約 500ml の分量で今回お伝えしていきますね。まずは乾燥した米麹
を 100g 準備してください。で、私がですね今回実演動画で使いました乾燥米麹はこちらです。つるみそさんから出ている乾燥米麹、国産の精米仕様ということで、こちらもう原材料名は米麹、もう国産です。そして麹菌のみでできています。なのであなたも全く同じものではなくても大丈夫ですよ。今お伝えした原材料でできている国産の乾燥米麹であればどんなものでも OK です。そして玄米ご飯ですね、これも炊きたての熱々を準備してくださいね。もしその炊いた後、例えばこう冷蔵庫でストックされているとかいう場合は電子レンジでこうしっかり熱々に温めてくださいね。もうほっかほかの美味しい玄米ご飯を 100g 米麹と同量でお願いします。そしてこの熱湯が 300ml、 ここもポイント、さゆみたいな、ね、これぬるいのじゃダメですよ、熱湯でお願いします。そしてポイントなんですけれども、大きいボウル用意していただいて、あとしっかりこのね甘酒がこう発酵するときにやっぱり温度管理が一番大事なんですよね。なので必ず温度が測れる温度計をご準備してください。そして今回もうすっごく簡単なね作り方なんですよ。もう私もですねよく炊飯器で作る甘酒ってねご覧になってる方多いと思うんですけども、私もね前まで炊飯器で作ってたんですね。でも炊飯器って時々ねどうってこう見に行ってあげないといけないんですよね。なんか発酵してるかみたいな感じで時々蓋開けて混ぜましょうとかね言われても、私混ぜる時間がないんですよ。もうほとんど仕事していて家にいる時間が非常にね短いんです。もうほんと夜しかいないって感じなんですよね。ですから何回もその様子を見てあげれないわけなんです。ところが今回私がお伝えする甘酒というのはこちら、ステンレスのボトル、まあ、要は魔法瓶の水筒で良いです。でちなみにこちらはですね私のまな娘がですね中学校まで部活動で使っている時の水筒なんですよ。これ1リットルなんですよね。もうこのような水筒ってご自宅どこにでもありますよね。で、できれば甘酒を詰めるのでこんな風にこう口が若干細い魔法瓶とかじゃなくて、まあ、これぐらい、もう少しね広くても入れやすいと思うんですけれども、これぐらいの大きさとか、要は保温ができればいいです。例えばこうヨーグルトメーカーとかお持ちの方はそれでも OK ですから、もうこれを使って簡単にもう入れたらあとほったらかしですので、ぜひ楽しみにしててくださいね。ではお待たせいたしました。いよいよ腸活の痩せる甘酒の作り方とそのお話が終わった後に実演の動画をご準備してますからチェックしてください。でその後に痩せる効果的な飲み方ですね、工夫ができるところのポイントをお伝えしてまいりますので最後までご覧くださいね。ではまず作り方です。1、ボウルに炊きたての玄米と熱湯を入れてよく混ぜてください。そして2つ目、温度が65度になるまでこのボウルのね入れた玄米ご飯と、まあ、熱湯を混ぜていくんですけど、どんどん測っているとこうだんだん温度が下がっていくんですね。で65度になった時点で来たってね、もうここすごく大事、もうね何が大事ってスピード感です。ここで、ね、あーとかねもたついてしまうと一気にピューってね温度が下がってしまいますから、またやり直しってねなりかねませんので、もう私も何回か実はですね失敗して何度も取りなこう測りながらねし直したぐらい、結構ね温度管理ポイントですから気をつけてくださいね。なのでとにかく最初は熱いんです、熱湯なので。でも混ぜていくうちにどんどん下がっていきますから、もう65度手前、もう67、8がなった時にもう米麹用意しておかれてくださいね。でさっと入れて手早く混ぜます。で混ぜたらもうそのまますぐにこういった先ほどの魔法瓶にもう手早く詰めてさっと蓋をしてくださいね。でここでポイントなんですけれども、この魔法瓶がキンキンに冷えてしまっては温度がですねまたガバッと下がってしまうので発酵がしにくくなるんですよね。ですからしっかりと詰める前にもう熱湯でその魔法瓶をねもう事前にこう温めておかれると良いです。事前にお湯でしっかりとこの魔法瓶自体も温めておいて、でそのまあお湯を捨てていただいて、で空っぽになった熱々の魔法瓶にこの2番をスワッとですね思いっきり元気いっぱい入れてくださいね。そして蓋をしてもうこのまんまです。別に途中かき混ぜもしないんですよ。78時間
眠らせてあげる。じわじわじわっと発酵してくれますから、7、8時間経って開けたらもうね出来上がっているんですよ。もう本当にね甘みもよく出ますし、もうそのまま飲めます。もうすごく美味しいです。もう私感動しました。もうこんな水筒一本でできるんだと思ってですね、でも感動したので、もうあなたにもこの感動をシェアしたくて今回この動画をご準備しています。そしてもし出来上がった甘酒がそのまだちょっと芯が残っていたりですね、あれこれ発酵してないなっていう場合は対処法があります。それはそのやっぱりね菌ですから生きてるわけです。時々ねもしかしたらこうふてくされて、あもう発酵疲れたってね、こう発酵の働く時間がね遅い日だってあるんですよ。もうこれは季節にもよりますしね、仕方ないです。もう自然のものですからね、許してあげましょう。その時はああごめんごめんまだだったんだねって、早かったよねっていう時はちょっとまたお鍋に移していただいて65度になるまでちょっと煮てあげてください。火を通す、まあ煮ちゃダメですよね、煮たらグツグツですからね。65度にまあなるまで測りながらちょっと温度上げてあげて、でまた水筒に戻してあげればいいです。そして 2,3 時間経ってまた様子を見てあげてください。あー終わったよってね、発酵終わった終わったってね多分なってると思いますから、だったらあなたがね美味しく召し上がるタイミングということになります。ではここから私が実際この腸活甘酒を作っている実演の動画をご準備しておりますので、ここからご覧ください。どうぞ。実演の動画いかがだったでしょうか。もう本当に簡単でしょう。びっくりするぐらいね簡単できますから、もう今すぐあなたも作ってみてくださいね。ここで痩せる飲み方のポイントを最後お伝えして終わっていきたいと思います。とっても大事ですよ。甘酒の痩せる飲み方になります。これはですね、まず食前に30から50ミリリットル程度の少量ですよね、もう本当おちょこ一杯みたいな、まあ、甘酒ですからね、おチョコでもいいかもしれません。そういった形でちょっと飲むだけで、もうとにかくねあなたのその満腹感を、ね、得ることができるんですね。イコール要はこう食べ過ぎ防止になるわけです。ただやっぱり甘酒というのは、まあ、メインがそのお米ですから、取りすぎてしまってはカロリーオーバーになりますし、もうとにかく美味しいので、一気にね500全部飲んじゃいましたとかでダメですよ。それはさすがに飲みすぎですからね。とにかく毎食前に、まあ、約どんなに多くても4分の1カップ程度、 50ml までに抑えてみてくださいね。でよく噛まれるといいです。さらに満腹感を得ることができます。そして1日あたりの最大の摂取量になります。もうこれは1カップ 200ml までにしてください。なので、まあ、この量でしたら、まあ、3、4回に分けて飲みましょうということになります。さあいかがだったでしょうか。今回は甘酒といってもいろいろな作り方や材料あると思うんですけれども、私の腸活専門家としての
アドバイスとしましては、白米よりも玄米で作ること、そして炊飯器よりも水筒の方がほったらかし簡単にできちゃいますよということでおすすめいたしました。もしあなたがこの甘酒を作られて、先生美味しかったとかね、簡単でしたとか、何かコメントございましたら、ぜひぜひコメント欄にあなたの声をお聞かせください。楽しみにしております。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。